リムのリムラジ。皆さんこんばんは、一世リムです。ねえ、どうもというわけでね、言ってますけれども、今回も始まりました、今回も第8回目ですかね、続いておりますリムラジオ、毎回聞いてくださって本当ありがとうございます。今回もね、ゆるゆるとまた筋トレの話していこうかなと思うので、これといってね、ライブも今落ち着いたので、 なんていうんですか、いろいろ映像とか撮ってるんですけど、そのまだ発表ができないので、それをお楽しみにしていただければなと思うんですけれども、やってることはね、もう筋トレしかないので、ほとんど筋トレやってることについてまた話そうかなと思うんですけれども、その筋トレを続けるにはっていうね、なんかちょっと今日はことについて語っていければなと思うんですけれども、そもそも僕、昔はその前回も言った黄金の、ゴールドジムですね、ゴールドジムにずっと通ってて、もうほぼ毎日行ってたんですよ。やっぱその家から遠いっていうのもあるんですけれども、通わなきゃいけないので、やっぱ電車で、そうなるとね、なかなかモチベーション的にもその電車で行くっていうのも、ちょっと電車があんまり好きじゃなくてっていうのもあって、ちょっとあんま行ったり行かなかったよう続けて、もうこのコロナで、ちょっとあんま外出もできないっていうことで行かなくなっちゃったんですけど、そこからもう約1年ぐらいもうずっと筋トレせずに、それこそ去年から今年の2月にかけてほとんどしてなかったんですね。で、今年の3月からちょっとジムまた通い始めまして、まだゴールドジムではないんですけど、そこを通い始めたらもう楽しくて仕方ないんですよね、今。っていうのも、例えば、あれなんですよ、日ごとに鍛える部位を変えるようにしてまして、例えば、月曜日は背中、火曜が肩で、水曜が腕で、木曜が足で、金曜日に胸トレっていう風にやってて、で、あと、土日はリカバリーで休みにしてるんですけど、でそれでやるとですね、背中やった後に次の日肩やろうとしたら、やっぱ背中の筋肉痛とかはあるので、背中にあんま負担にならないように肩トレをして、で肩トレしたら次の日腕ですけれども、その肩の筋肉痛があるから、肩にあんまり負担がかからないように腕トレをして、でその後にその足行くんですけど、その足行った後にそのやっぱ上半身がかなり筋肉痛が来てると思うんで、そこに負担がかからないように足トレをして、で金曜日ですね、金曜日はもう胸トレ、もう一番集中できるようにするために一番最後に胸トレを持ってきてるんですけれども、それでやると筋肉の成長が今めちゃくちゃ早いんですよね。でその成長が見られるっていうのもあって、今続けられてるっていうのありますね。あとは楽しいです、単純に筋トレがやっぱいいもんですね。体をこうやって動かして毎日ね動かして、その体の変化もやっと見れるようになったので、この1ヶ月やって、なのでそれは良かったなって感じです。あとモチベーションにつながるのはこのアップルウォッチですね。アップルウォッチをつけてると、その脈測ってるだけなんですけど、消費カロリーとかが見れますし、例えばこれ寝てる間につけてたら、その寝てる時の心拍数測って、その睡眠の質を測るとか、そういうのも見れるので、なんか別にそこまで僕健康オタクではないですけど、なんかこれをグラフにされたりするとすごい面白いんですよね、見て。そう、なんかこういうちょっと健康じゃないですけど筋トレにはまってしまうとちょっと抜け出せないですね。なんかだるいなって思ったことはないんですけど、今日ジム行かなきゃ、行かなきゃってよりも、ジム行こうみたいな、なんか本当近所に遊びに行くみたいな、そういうノリなんですよね。めちゃくちゃ今なんか続いてるというか楽しくて、ずっと やってますね、筋トレを。
なんかそこら辺のモチベーションが落ちないようにね、なんかしようかなと思うんですけど、別にそこまで考えなくてもモチベーション一定なんで、まあそうですね、この一定っていうのが大事なのかもしれないですね、モチベーションが。ってところっすかね、この約1ヶ月半今続いてますけれども、楽しいです筋トレ。皆さんもぜひやっていただければなと思います。なんかいろんなところに今なんかジムできてるじゃないですか、ね、どんな駅にでもほとんどあるんじゃない、24時間のジムとか、ね、そういうところね、まあ、体験でもいいんでちょっと行ってみてどんなもんかやって、まあ、分かんなければそこのスタッフの人とかに聞けば使い方とか教えてくれるんで、ね、皆さんぜひやっていただければなと思うところですけれども、全然今日バンドの話してねえな。バンド、そうですね、4月の、終わりの方にライブ、すっとこどっこいさんとあるので皆さんよろしくお願いしますてな感じで、本日は終わりたいなと思うので、また次回お楽しみにいただければなと思います。てなわけで、ご視聴ご清聴ありがとうございました。リムでした。またね。